はい、皆さんこんにちは。ドラムインストラクター山部美希夫です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、久しぶりにモーラーの、動画を撮ってみたいんですけども、これはちょっと一つ、あるところからちょっと要望があったのでやってるんですが、これを機にですね、もうちょっとこう奏法というものの中身をもうちょっと説明できたらなと思います。何しろ僕の動画で一番最初の時期で出したのでモーラーストロークの動画があるんですけども、あんまり具体的なやり方っていうのをね、提示してなかったんですけども、まあそれには深い意図も別にあるのはあります。もともとこういったことは言語化するっていうことはかなり危険性を伴うというか誤解を生むとかですね、のが生じやすいので、やはりそこはいろいろ丁寧に、かいつまんでやっていく時も生じますから、言葉での説明はかなり実は限界があるってことを最初に、伝えておきたいと思います。それに、まず言葉っていうのは定義が必要ですから、人によってそのイメージというか定義がどうしても同じではない場合が多いですね。ですから言葉を使ってやるときにも感覚で受け取るっていうのが実際できるときには重要なことなので、いろんな体験をしておかないとその言葉の、感覚というものがどういうものを指してるかってことに対して、なかなか察しがつかないってことが、生じやすいと思います。ここでは、いろんな言葉を使って、例えとかも使ってやっては、みたいと思うんですけども、なかなかこういうことは、できるとは限らないので、何かしらの他のことにも置き換えて考えていくことで、ね、理解が深まるということをちょっと、考えてください。では最初に、1番目なんですけども、互い違い、このキーワードで考えてみたいと思います。一つは、押しながら弾くとか弾きながら押す、こういったような感覚っていうのは実はすごく重要で、別のことで、ツインペダルの、足の解説やってる時に自転車の例えを出していましたけども、実はその感覚ともかなり共通するんですが、できるだけ立体的に捉える時にはある部分が押してる時にある部分は弾いているとかですね、こっちに引き込む時に全体が弾くんじゃなくて引っ張り込むようにしてまた押し返すっていう、こういう感覚が非常に重要ですね。はい、これは足からやってくる感覚が非常に強いんですけども、逆に言えば手を足のように捉えていくってことの時も大事ですし、実はこの手の中にもすごく小さなそういった互い違いの力が働いています。その、一つの代表例が、僕がよく前は習慣にしてたんですけども、こういうマグカップとかですね、コーヒーとかを持つ時に普通の方だったら多分こう指2本とか3本を入れてこうやって持つと思うんですね。で、こうやって持ちますね。こういうのに対して僕はちょっと変わってまして、例えば、下の2本とか3本をこう引っ掛けるんですけども、上の親指と人差し指でこうやって押し出すんですね、カップを。そうするとこう、ものすごく強力に遊びなく持てますよね。こうやって、持つっていう時に引っ掛けるだけだとどうしても屈筋だけが働く、屈筋というのはこの手の内側の筋肉のことですね。まあそれでも軽く引っ掛ければこれとかですね、もうやはり、心筋のこう反らせる筋肉ですかね、これを使ってるようにもできるんですけども、一つはこういう持ち方ですね、ドラムの練習にもなるので、まあ昔これ笑い話ですけども、まあ下の部分の、この取っ手のですね、カップの取っ手の部分がついてる金具式のやつですね。で、中がこうグラスというかガラスでできてるやつ、そういうのにお湯、焼酎のお湯割りを入れて飲んでる時にパッとこう持った時に思わずパンと外れてしまって、足がやけどしそうになったってことがありましたけども、やるときはね、真似するとき気をつけてください。この持ち方、例えばあのバスロールの動画でも紹介してるんですけども、こういう時にこう、はい、こういうですね、こっちでは親指と人差し指を押し出す、こういう押し出しながらこっちで引いてますね、はい、押すのと引くのを同時に行ってるわけですね。このようにこうやると、何が違うかというと、こうやって押す力をですね、非常に細かく、コントロールできるんですよ。こうやって緩めることも、強めることも、楽にできます。レギュラーグリップの場合どうしてるかというと、こうやって押し出しながらも、親指でですね、こういうふうに、ハンモック状にここをしていて、下からこう、ピンとテンションを張らせて、スティックがこう、なんですかね、押し出してる。それに対して指を引き込んでるっていうことだったんですね。
ていうとこうよく弾みます、はい、こういうふうに矛盾した力を作る、互い違いの力を作るっていうのは、非常に力の使い方としては非常に有効なんじゃないかなと思います。例えば一方に視点があったらこっち側しか動かせませんよね。ドアの蝶つがいで言ったらここが蝶つがいになっているときにこういうふうに動く。そしたらここは動かないっていうのはもう物理的にしょうがないですけども、こっち動かしているといわゆる、ドアノブがこっちにあないとここの蝶つがいに近いところにドアノブがあったら疲れますよね。やはり普通のドアここの方に、ノブがついてるから、開け閉めが非常に少ない力でできます。しかしいっぱい動かないといけますね。いっぱい動かないといけませんよね。ところが回転式ドアみたいに真ん中にあった場合にここを押したら反対側も自動的に動きませんか。こういうふうにやるときに、実は、反対側の力こういうところ、ね、使える感覚が、養われてきます。こっち側のスティックのこっち側のことばっかり意識していることが多いと思いますけども、こっちの反対側も実はこのようにタイミングがうまく取れていると、うまく動くっていうことのコツにもなったりするんですね。これも一種の互い違い、です。あとは例えば打面から、上に向かって、上に構えているスティックをこう打面に向かってこう下げてしまう。こういうタイミングのみで、叩いている場合なんですけども、これがいわゆるメトロノームに対して点のように合わせてしまうっていうことにもつながってきてしまいます。もしくはそういった感じ方をしか、していないためにダメに向かって叩きつけるという感覚しかイメージが湧いてこないってなります。これはまあ、ボーカルレッスンとかでもよくあるみたいなんですけども、TTTTTT タって言ってる生徒さんに対して TTTTTT タっていうふうにこう前の部分 TTTTT っていうこの感覚ですかね。これが非常に重要なんですけど、どうしても日本の方は T でいきなり T T タで下がるだけになっています。これが実は非常に問題なんですが、これ直すための一つのエクササイズというか感覚としては、下に、ある、ボールを上にポンと放り上げると、このボールはよく弾むボールですね。そのボールにゴム紐がついているとします。これがここまで引き伸ばされますね。ただここまで行ったら長さがもう限界なんですね。まあゴム紐なんで少しは弾力なので伸びますが、シュッと急また急に下に引き戻されるわけですね。そういう感覚でストロークをするとこういうにもなりますね、はい、ピュッと引き離すわけです。しかしグッと戻ってくるわけです。ただこういうふうに弾みやすくなります。ところがこのタイミング、今3連符でやりましたね。あ、ワン、ツー、タスリー、タフォー、あ、ワン、ツー、タスリー、タフォー、あ、あ、ここで引き上げてるから、このスティックは弾みやすいんですけども、もしこれがこう自然と、早めにこうじわーっとこう上がっちゃうとどうなるでしょう。このように連弾ストロークを入れ替えてる方がやっぱり見てると多いようなんですね。そうするとこういう動きになります。これはかなりやっぱり問題があるんですが、どうしてもこっちのタイミングになってしまうんですね。それは意識して打たないと打ってる感じがしないから、ということなのかもしれません。何せこう上に向かって引き上げる方が主体なので、あとは重みに従ってシュッと戻ってくるってことですから、自分で打ってるっていう感覚がまあほぼなくなっちゃうんですね。ダメに対して上に向かって反対に行ってるわけですからね。しかしこれは叩いて打面から逃げてるという話では全くなく、結果として音が出るために上に行ってるだけです。これがわからないとモーラーの奏法の、主要なところわかりませんし、モーラーっていうのとまたリズムっていうのを完全に分けて考えてしまいすぎると思います。しかしどっかでか実は共通点があって、リズムの捉え方とモーラーっていうのは実は密接な関係があると僕は思っていますので、あわあてあてあこあわあてあてあこあわあてあてあこあわあわんっていうふうに肘とかの感覚が非常に重要ですけども、肘の意識がああわんっていうふうに行く場合に、実際ここに当たるところはこういうふうに3連符の3つ目というふうに仮定すると、そのまた次の裏なんですね。
つまり、ダウンビートのアクセントの位置の直前ということになります。そこで当たるからこそ、こういったストロークになります。これは上に向かって当てにいってるのとは全く違うことを言っているので、こうやって上に当てるってことが目的ではないんですね。結果としてこう弾いたらこっちに戻ってくるということです。頭ではわかるけども、なかなかこういったことができないっていう場合は、やはりそういうのはかなり一中式にはいきませんけども、どっかにか右脳的な感覚っていうのを空間上で感じることによってよりやりやすくなったりはします。何にもないとこで手を動かしているっていう風な、イメージしか湧かないと、こういった動きは実はしにくいんですね。手首というのもそうです。こういった風に、よくレッスンでやるんですけども、手首を動かしてくださいって言った時に皆さんどうしますか？こういう動きをされる方が非常に多いんですけども、ここが固定姿勢になってますね。実際にはこれを早くやろうと思ったら、この辺が固まってないとこの動きは実はできないから、呼吸も苦しくなってくるし、すぐ疲れますし、この辺張ってきます。肩も疲れますね。ギュッと支えていますから、そういった支える力を全部外してしまうと、このようにくねくね動きますが、非常に楽じゃないでしょうか、ね、これもこういった位置でやってると辛いので、僕なんかもできるだけこう、なんですかね、怠惰な感じというか、楽をしてる感じなので、こういう風になります。つまり自然に逆らってない感じですね。この感じだとこういう風なアップダウンにもなりますし、これを分割するとこうなりますね。まず、ちょっと整理してみますと、互い違いの動きの、感覚でパッとこう下から上に向かって、これから叩こうとしたように反対に行くんですね。そのことによって、スティックが上に向かって下に行きますね。しかしこれが速くなっていくとちょっと実は逆転するんですよ。遅いテンポにおいては今の原理だけでいいんですが、ここにも全て互い違いが入っているんですね。例えば上に向かう力をどのように生み出しているでしょうか。肘が中に入って、つまり落ちるところことが実は入っているんですね。そのことによってスティックが上に向かって跳ね上がるんですね。このようにで戻っていきます。下がスティック跳ね上げるために肘を入れて、はい、あとは押すだけです、はい、こちらも同様ですね。肘が入るとスティックが上に向きます。レギュラーグリップという持ち方が反対に見えるやり方でも、実は原理は全く一緒です。このようになります。あとは横方向ですね。スティックを使うとどうしてもこうやって縦しかイメージしてない方が多いんですが、実はこういう円とかこういうような動き、もしくはこう動きですね、横方向の感覚とても大事なんですよ。だからこう止まりにくくなりますよね。こういうふうにずらしていくんですね。滑らかに